ベスティ、そしてミューズボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、先日マーゼル公式 YouTube チャンネルより公開されたマーゼルアイスフューチャリングレイコミュージックビデオ、こちらを見て細かすぎる歌声解説をしていきたいと思います。鶴さんのラポネボーカルルーム。さあ今回リアクションするマーゼルのアイスミュージックビデオなんですけれども、フューチャリングレイコっていうことはですね、レイちゃんがどこかで登場するっていうことですよね。それも含めて見るのが非常に楽しみです。今回リアクションする動画、まだ見ていない方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。鶴さんの BE:FIRST ボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きな BE:FIRST を筆頭に、マーゼル BMSG 所属アーティストトレーニーの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速マーゼルアイスフューチャリングレイコミュージックビデオ歌声解説していきたいと思います。アイス、わうん、とても大人っぽい曲ですね。そしてカイリューのね、入りのエッジ、ここが切なくてめちゃくちゃたまらないですね。確認してみましょう。そして全体的にね、うっすらウィスパーボイスが入ってますよね。ものすごく雰囲気があってかっこいいポイントだと思います。うん、ランの場所ですね。基本的に声の使い方はカイリューと一緒かな。ウィスパーボイスがね、うっすらかかっていて、で鼻にね声が入って甘い感じになってますよね。確認しましょう。うんうん、で口の奥をね、カイリューに比べてもっといっぱい使ってるかな。口の奥っていうか、この口と鼻のこう中間っていうかね、この辺の空間をいっぱい使ったような感じの声質に聞こえますね。うん、ここで一回止めますね。で龍騎の今回のねラップ、もうこの段階で声をね前にぶつけるようなイメージで強い声を出していますよね。声っていうのは前に出せば出すほど強くなって、後ろにこう声をね引く感じで出すと柔らかい声に変わるんですけど、このポイント、先ほども言ったように前に声をぶつけるっていうね、こういう感じの強い声になってると思います。確認してみましょう。うん、でね、全体的にラップなので子音を強めに出してですね、リズムのアクセントをはっきりさせているから、曲のビートにね声が乗ってるニュアンスが出ている、そんな感じだと思います。じゃあ続きいきますよ。うん、で後半はね3連符、まあ、全体的にかな、3連符タカタ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 、こういうリズムですよね。このね3連符っていうリズムはですね、全体的に弾んだニュアンスが出てくるような、そんな感じの音の使い方なんですけど、まあ音っていうかねリズムの使い方なんですけど、ラップとかではね特にこういう3連符って対応されますね。じゃあ次タックンのポイントいってみましょう。一瞬でしたけどタックンね、ラップのところで全体的にウィスパー、柔らかい感じでね、ささやくようなニュアンスでラップを歌ってると思います。確認してみましょう。うんうん。これね、一言ですけど、ものすごくね、ささやき声が魅力的なポイントかなと思います。じゃあ次、トムくんかな。いきますよ。これね、タンタンタララタンタン、ここがねアクセントになってますよね。なのでフレーズのですね前半でインパクトを持ってきておいて、後半で柔らかく聞かせるみたいなね、そんな感じのフレーズがこう2回続いているような、そういうポイントでしたね。ものすごくね鼻に入ってる声が魅力的ですよね。全体的に柔らかいというか、セクシーなんだけど可愛いっていうかね、そういったニュアンスが出てたと思います。確認しましょう。
タン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 カンタ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 ン、これね2回続いてましたよね。じゃあ続きいきますよ。はい、で後半のフレーズ、トム君もですね、先ほどのランと一緒で口の奥の空間をですねいっぱい使ってるような、そんな感じの声ですね。声にねこう奥行きがあるというか、そんな雰囲気がねものすごく魅力的に表現できているポイントかと思います。確認してみましょう。めちゃくちゃいいですね。大人っぽいニュアンスがねものすごくこううまく出ているポイントかなというふうにも思います。じゃあ次いきますよ。タラ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 みたいなね、前半でこうねリズム安定してるんだけど、一番最後のねワンポイントだけリズムの使い方がちょっとねおやっていう感じの、あまりこう聞きなじみのないようなリズムの使い方だったかなというふうに思います。この上昇音階めちゃくちゃかっこいいですね。確認しましょう。あの日が、ここがねちょっと面白い感じのリズムのアクセントになっててめちゃくちゃかっこいいですよね。次いきます。はい、あ最後はね裏声がめちゃくちゃ綺麗でしたね。前半はねウィスパーボイスでこうじわじわ音階が上がっていって、最後に裏声でふわっと聞かせるっていうね、すごい表現力ですよね。もう一回確認しましょう。いやーいいね、さすが海流ですね。もう雰囲気作りが素晴らしいですよね。一気に心持ってかれます。じゃあ次いきますよ。レイちゃん登場ですね。すごく声質が変わったかな。めちゃくちゃね大人っぽい感じの声質になっていて、歌のねスキルもものすごいレベルアップしてるかなっていうふうに思って、で格段に僕の中でね今聞いてレベルアップしたポイントをですねちょっと上げたいと思うんですけど、まず息の吸い方がですねすごく安定してると思います。まあ腹式呼吸がねすごくレベルアップしてるというかね、で腹式呼吸がレベルアップすることによって、まあ、腹筋背筋使いやすくなるので体にですね余計な力が入りにくくなるんですね。でそうなってくると声にどのような影響が出てくるかというと、しっかりと声の土台となる胸腔共鳴、こちらの声の響きがですね歌声にプラスされるんですよ。でその結果声質がですねものすごく大人っぽくなってるというかね。確認してみましょう。ね、なんか声が大人っぽくなってる感じしますよね。それ呼吸法と胸腔共鳴の声の響き、この2つがですねいい影響を及ぼしてるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ続きいきますよ。そして言葉の発音の仕方がですね前に比べてやっぱ子音が強くなってる感じがしますね。もともとレイちゃんはですね英語喋れるじゃないですか。なのでその英語の発音のいい部分をですね今まで以上に日本語の歌詞に載せてきてるんじゃないかなっていうふうに今聞いて思いました。確認しましょう。子音だけじゃなかったですね。その子音と子音の間の休符、ちっちゃいつ、これがですね今までよりも強調されて入ってるかなというふうに思います。まあ休符なのでね強調っていう言い方あんまりピンとこないかもしれないんですけど、例えばトラック、こうトラちっちゃいつくじゃないですか。今普通に言うとトラックなんですけど、これを強調するとトラック、要はちっちゃいつの前の言葉をスタッカートできるだけ短くすることによって休符がですね強調されるんですね。で休符が強調されるからその後のくトラックのくですよね、ここの最初の音っていうのがものすごく強く聞こえてアクセントになるんですよ。こういう技術がですね今まで以上にレイちゃんパワーアップしたかなというふうに思いました。じゃあ次いきますよ。なおやめちゃくちゃかっこいい。タタタタタタ、ここのタタタタタタっていうニュアンスじゃなくてタタ、このねギリギリまで音をですね使って次の音に移っているっていうこのニュアンスがですねめちゃくちゃかっこよかった。もう一回確認しましょう。普通に歌っちゃうときっともっとこれ以上って感じになるんですけど、きっともっとこれ、大げさにやるとね
こういう感じで最初の音がですね、本当にギリギリまで音を使ってるんですよね。伸ばしてるというかね。このニュアンスがめちゃくちゃかっこいいですね。次いきますよ。この直哉のポイントもですね、休符の部分がめちゃくちゃ強調されてますよね。ギリギリまで音を使った長いフレーズの後にですね、強調された休符が来ることによって、歌と曲のノリがですね、ものすごく増幅されるんですね。確認してみましょう。うぃー、最後もっとれない、こういうね、タガダンっていう細かいフレーズ入ってましたよね。これ今までだと、マーゼルだと海流しかやってなかったような気がするんですけど、今回直哉ね、この超高等テクニックをですね、入れてきましたね。もともとできたのかな？ちょっと最後のワンフレーズだけ聞いてみましょうか。ほら、もっと折れない。ここね、これビブラートと音のフォールを同時に表現するので、ものすごく難しいテクニックなんですよ。で、毎回マーゼルのですね、歌声解説動画の時に、海流がよくこのテクニック使ってるので、毎回この手のね、フレーズの解説してるんですけど、今回はね、直哉も使ってきましたね。こう、音をこう、フォールさせてるところに、あーあーあーっていう細かいビブラートを入れてあげることによって音階を表現するっていうテクニック。すごい難しいんですね、これ。じゃあ次いきますよ。ものすごく声がね、あどけない感じが魅力的ですよね、トム君のここのフレーズ。ここは逆にですね、先ほどレイちゃんの時に言った胸腔共鳴の響き、こちらはあまり使っていないんですね。口の中の空間と鼻の中の空間で声質を作っているっていうようなニュアンス。そこが今のポイントのトム君のですね、あどけない声質を作ってるポイントかなというふうに思います。確認しましょう。口よりも鼻の方が、響いてる割合は多いかなというふうに思いました。次いきますよ。でね、後半のフレーズ結構ね、裏声にこう切り替えてるところがあったと思うんですけど、鼻の中に声を入れることによって、地声と裏声の切り替えっていうのがものすごくスムーズになるんですよね。もしかしたらですけど、このフレーズだからこそ鼻に入れる声の割合を増やしてるのかなっていうふうにね、ちょっと思ったりしました。これはね、推測なんで合ってるかどうかはわからないんですけど、僕がね、この手のフレーズ歌うときは、鼻に入れる声の量を増やすかなというふうに思います。ものすごく最初のエッジがね、インパクトが強かったですよね。で、その後のリズムの使い方がですね、ものすごく複雑でしたよね。もう完璧 R&B ですよね、今回のアイス。もう一回聞いてみましょう。ね、すごくこれね、リズムの位置をですね、把握するまでに結構何回も聞かないと覚えられなそうなぐらいね、難しいリズムでしたよね。次いきますよ。なるほどね。最後は強い地声を使っていましたよね。全体的にふわっとね、優しい気持ちだったので、フレーズの最後で地声を使うことによって、そこをね、インパクトを強くっていう風な狙いがあったんじゃないかなというふうに思います。で、最後の音の下りがね、さっき言ったあのビブラートをしながら音をフォールさせて使うフェイク使ってましたよね。確認しましょう。全てが欲しい、ここね、一瞬だけ入ってましたよね。めちゃくちゃかっこいいですね。じゃあ次いきますよ。めちゃくちゃセクシーでしたね、エイキくん。表情がね、ものすごくセクシーでしたよね、歌声もそうなんですけど。で、エイキくんのこのポイント、今までね、すごく声のバランスがいいっていう風なイメージだったんですけど、やっぱりね、セクシーさを出すために、鼻に入れている声の量が今回ものすごく多いですよね。曲に合ったね、声質を自分でね、コントロールできるっていうのはかなり難しいテクニックなんですけど、エイキ君のね、底力が出ましたね。ここでもう一回確認しましょう。ものすごくね、甘くてセクシーですよね。全体的にうっすらウィスパーボイスが入ってたかな。2回目聞いてね、気づいたんですけど、ほんのうっすらね、それでね、甘いニュアンスだったりがこう強調されてたのかなというふうに思いました。次いきますよ。
全体的に裏声でしたかね、今のところは。で、裏声になると言葉の輪郭がね、ぼやけがちになってしまうので、言葉をこうはっきりと発音しているというか、子音を強く出しているというか、そんな感じのニュアンスを感じました。確認してみましょう。最後のワンフレーズは地声に戻ったのかな、ここは。いずれにしろね、作業のシーンがとても強調されていたかなというふうに思います。じゃあ次いきますよ。ウィー、セイトのラップが来ましたね。この声の使い方というか、まあ、作り方なんですけれども、ちょっとね、喉を潰したようなニュアンスがちょっとだけ入ってるかな。喉声とかではないんですけど、口の中の空間をこう狭くしてあえて発音してるのかなというふうに思います。確認しましょう。で、リズムの取り方なんですけど、ここは大きく取ってますよね。タンタン、本来のリズムの取り方はタンタンタンなんですけど、倍の大きさでリズムを取ってるというか、そうすることによってラップのリズムがですね、後乗りって言って、このテンポに対してですね、ほんのちょっとだけ微妙なニュアンスなんですけど、遅れたようなね、そんな感じのニュアンスを後乗りって言うんですけど、それがうまく表現されていたかなというふうに思います。次のフレーズを聞いて後乗りのニュアンス確認してみてください。いきますよ。多分こういうリズムの取り方がね、合うような雰囲気がしたと思うんですけど、後乗りにすることによって歌声だったりをこう聞かせるっていうニュアンスが強くなったり、曲全体の雰囲気がね、若干こう重くなったりっていう狙いがあるんですよ、後乗りには。逆に後乗りに対して前乗りっていうのもあって、さっき言ったのと逆のことなんですけど、前乗りにすると歌声に疾走感が出たり、曲全体の雰囲気がね、明るくなったりっていう、そういったね、歌い方とかもあったりするんですけど、今回の後乗りめちゃくちゃかっこいいですね。確認してみましょう。後乗りにすることによってめちゃくちゃなんか大人っぽさも出てますよね、雰囲気として。そっちが狙いなのかな、後乗りにした理由としては。じゃあ次いきますよ。タックンかな。ここはさっきの生徒に対して、このタックンのラップのリズムは前乗りですね。疾走感がある感じに聞こえますよね。まあ、歌っているラップのリズムもね、さっきの生徒と比べて細かくなったので、リズムのニュアンスとしてはですね、まあ、前乗りの方が似合うっていうかね、そういったフレーズだったと思うんですけど、生徒のどっしりとしたラップの後のタックンの前乗りのリズムだから、雰囲気がガラッと変わってますよね。じゃあもう一回聞いてみましょう。これはね、同じラップでも生徒が後乗り、タックンが前乗り、リズムの取り方が違うだけでここまで雰囲気が変わるっていうね、そういった表現方法だと思います。次いきますよ。ちょっと待って新しいね、直也、この声の使い方ちょっとやばくないですか。もう一回聞いてみましょう。声やばいね。初めて聞きましたね、この声。ものすごくこうなんか甘えてるような感じな声ですよね。セクシーなメンズが甘えてるみたいな、そんな感じの表現ですかね。で、声の出し方としてはもうほぼ鼻なんですよ。鼻腔共鳴ね。で、そうすると鼻声のニュアンスが出始めます。鼻腔、要は鼻の中に声を入れれば入れるほど鼻声のニュアンスっていうのは強調されていって、特徴的な声質っていうのが生まれるんですけど、今回のこのフレーズね、名古屋はその鼻腔共鳴をうまく使ってですね、声質を表現していると思います。もう一回確認してみましょう。いや、この声癖になりますね。多分ね、ミューズの方々もこのポイントだけ何回も繰り返した方絶対いると思います。そのぐらい魅力的な声でしたね。次いきますよ。このね、上昇音階の乖離のところね、ここめちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回確認してみましょう。いきますよ。直哉の声質がものすごくインパクトの強い声質だったのに対して、海流のここのポイントは割とこうあっさりと聞かせるっていうかね、そんな感じで歌ってますよね。で、このあっさりと歌った次のフレーズがどのような表現くるか楽しみですね。聞いてみましょう。
ちょっとだけ盛り上げたようなニュアンスを感じました。やっぱりこうね、直哉のところからインパクト、インパクト、インパクトっていう風にこうね、強い声質、特徴のある声質、こういうのが続いてしまうとやっぱり聞いてる側もね、気の抜きどころがないっていうかね、そういった感じになってしまいますので、多分ね、そういった意味があって海流はここね、2フレーズともあっさりと聞かせる感じの表現にしたんじゃないかなというふうに思います。ただ同じようなニュアンスが2フレーズ続いてしまうと、これもまたね、表現上良くないので、2回し目はちょっとだけニュアンスを強くした、そんな感じかなというふうに思います。次いきますよ。やっぱね、このレイちゃんの声いいですね。で、1番の時と比べて胸腔の響きが薄くなったかなというふうに思います。声質がね、全体的に軽くなったような、そんな感じがすると思うんですけど、確認しましょう。ね、声質が全体的に軽くなってますよね。これどういう現象が起こってるかというと、先ほど言った、まあ、胸腔共鳴の響きが薄くなった分、口とですね、鼻の響きがね、プラスされてるんですよね。で、口の中をしっかり開けてですね、喉の奥まで声の響き使ってるかなというふうに思います。次いきますよ。で、この辺のフレーズはですね、鼻ですね、口の中の響きというよりも鼻の奥の空間をたくさん使ったような声質かなというふうに思います。で、鼻の、まあ、奥っていうふうな言い方をしたんですけど、これが鼻の前の空間を使ってしまうと鼻声のニュアンスが出てくるんですよね。で、鼻の奥の空間を使うと鼻声のニュアンスっていうのがそこまで感じれないような声質になるんです。確認しましょう。すごくいいですね。やっぱ上手いですね、レイちゃんね。デビューしてからね、ものすごくまたさらに歌声が魅力的になったかなというふうに思います。じゃあ次、ランのパートかな、いきますよ。いいね、いいね、いいね。前に比べると声の輪郭がものすごくはっきりしてきたかなというふうに思いました。またレベルを上げたかなと、歌声のね、レベルが。声の輪郭をですね、はっきりさせるためには、声の響きの割合ですよね。この辺をしっかりと作っていかないとダメなんですけど、特に口と鼻ですね。今までランの声っていうのは、鼻腔の響き、こっちがね、中心だったんですけど、これがね、口も同時に使った声質に変わってきてるんですよね。で、口の中、口腔共鳴ですよね。こっちも同時に使うことによって、言葉のですね、発音が前に飛ぶようになってくるんですよ。その影響が出てるのかなというふうに思います。確認しましょう。ものすごく言葉がね、聞きやすくなってますよね。で、鼻の中の空間も前の方の鼻の空間使ってることによって、若干の鼻声のニュアンスがね、声の特徴として表に表現されてるかなというふうに思います。次いきますよ。すごくいいですね。すごくいいですね。やっぱね、こうタッタッタッタってこのね、アクセント感が僕ものすごいこのフレーズ好きです。もう一回聞いてみましょう。すごくいいですよね。こうね、こう引っかかった感じがね、ものすごくかっこよくて、バックのサウンドとのね、一体感を感じますよね。じゃあ次いきますよ。トム君のね、ここでね、セクシーなんだけど可愛い歌声やってきましたね。トム君のパートで、ここのパートが一番こう鼻声のニュアンスが強いかな。こう可愛い感じが一番表現されてるかなというふうに思います。確認しましょう。そうですね。やっぱり鼻の空間いっぱい使ってますよね。で、音が高くなっているところの裏声の部分ね、ここで一瞬だけこう気を抜いたような、そんな表現方法かなというふうに思います。じゃあ次いきますよ。ここはあれですかね、映ってるのはタックンだったけど、歌ってるのはトム君かな、声質的に。ただね、裏声がものすごく魅力的なポイントでしたよね。もう一回聞いてみましょう。やっぱトム君の声っぽいですよね。間違ってたらごめんなさい。裏声もね、ものすごくこうふわっとしてて、聞き心地がね、最高な裏声ですよね。で、次いきますよ。
やっぱね R&B の表現方法っていうと地声よりこう裏声の方がね雰囲気が出ますよね。ただね裏声っていうのはやっぱり地声に比べて弱くなってしまうのは仕方ないことなんですけど、そのね弱くなった声で一番盛り上がるべきねサビで表現するっていうのはすごく難しいんですよ。まあ声質が弱くなった分ね言葉の強さだったり、まあ、雰囲気だったりでね、まあ、表現方法が地声とはまた変わってくるんですけど、その辺をちょっとね気にしながら確認しましょう。やっぱりこうね甘さだったりセクシーさ優しさっていう部分のね表現方法ですよね。で次いきますよ。でここのポイントもね前半のその優しいところから最後のフレーズで地声に変えることによって盛り上がりを表現してるっていう感じですよね。確認してみましょう。でここね単純に地声に変えるだけで盛り上がってる感じになるんですよね。ここであえて強い地声を使ってしまうと盛り上がりすぎて違和感が出てしまうので、この今のね音域で自然に出せる地声、それをね海流使ってると思います。じゃあ次いきますよ。やっぱこのね英樹くんのね声すごくいいですよね。今までねもっと男らしいっていう感じの声質だったのがね急にこういうセクシーに声質に変わるって最高かなというふうに思います。確認しましょう。これ最後はねニコって笑う英樹くんがねめちゃくちゃかっこいいですね。前半でもね言ったかもしれないですけど、やっぱり曲によってね鼻腔中心の声質だったりバランスよくだったり変化させられるっていうことはマーゼルではまだ披露してないだけで、もっといろんな声が出せるんじゃないかっていうふうにね僕ね思っちゃいますね。次行きましょう。やっぱり R&B って言ったら海流の表現がねものすごく安定していてかっこいいなというふうに思いますね。もう以前からマーゼルの歌声解説をするときに海流は R&B、 海流は R&B ってねずっと言い続けてきたんですけど、今回ね海流の声とかテクニックがねものすごくドンピシャになる曲ですよね。確認してみましょう。でも元ね R&B 大好き鶴さんとしてはですねものすごくテンションが上がりますね。さあ次行ってみましょう。すごくいいエッジが出ましたねラン。で今エッジの音がめちゃくちゃよく聞こえたじゃないですか。こういった時ってその後の地声をですねできるだけ小さく出すことによってエッジの音を強調したようなフレーズにすることができるんですね。エッジの後の地声を大きくしてしまうとやっぱレコーディングとかで収録された音源としてはですねいくらその音量を均一化させるコンプレッサーっていう処理がされたとしても音圧は変わらないので、やっぱりねエッジの音のところが印象が弱くなってしまうんですけど、今回は多分地声をですねできるだけ小さく表現した感じで歌ったんじゃないかなレコーディングで。確認してみましょう。やっぱり多分ねそういうことだと思います。エッジの音っていうのはある程度ね音量が決まってしまいますので、エッジの音だけ大きく出すっていうのはこれねもう不可能って言ってもいいと思うんですけど、なのでエッジで出た音の音量を基準として地声の音量を決めていったっていう、なんかねそういう感じの作戦を感じられますね。次いきますよ。ちょっとねここのフレーズは今までのレイちゃんの声の雰囲気が感じ取れたかなっていうふうに思います。ただねものすごく発声、要は声の出し方が進化しているので、映像見ながらじゃなかったらもしかするとレイちゃんの声って気づかないかもしれないです。僕そのぐらい進化してると思います。確認してみましょう。ザ・レイちゃんっていう感じの声質かなというふうに思います。ただやっぱりね声の基礎となる息の吸い方と体の使い方がもう格段に進化してるので、今までのねスーパーボーカリストにプラススーパーが3つぐらいついたようなちょっとね分かりにくい表現方法かもしれないですけども、そのぐらいもう進化してると思うので、基礎トレーニングねものすごいやってると思いますよレイちゃん。次いきます。
なるほどね。こういうね、絡みね。やっぱ、ランレイはね、ザストを見てた方からするとね、ものすごくこうテンション上がるポイントだと思うんです。今回ね、ランレイちゃんって感じで来たじゃないですか。あ、ランレイかななんて思ってね、見てたんですよ、僕。そうしたらね、その次のシーンで、こういった絡みがある。最高ですね。もう一回見てみましょう。やっぱランレイ最高ですね。いや、もうザスト見たくなってきたな。今ザストのね、リアクションもそういえばだいぶ止まってるので、再開したいなっていうふうに思ってるんですけど、ちょっと落ち着いたら再開しますね。じゃあ次行きますよ。うん、やっぱね、海流ですね。いいとこ取りの海流ですね。めちゃくちゃ綺麗な裏声でしたよね。で、まあね、一般的には裏声っていうね、声質なんですけれども、ここのポイントは単純な裏声っていうよりも、頭部共鳴って言って、こうね、頭を響かせるというか、裏声を出す声のイメージを、前方向に持ってくることによって、綺麗な声質の裏声、息の音がね、こう、さーっていう風な音が入らない裏声、こういう声を出すことができるんですね。なので、海流今回その頭部共鳴の裏声を使ってるかなという風に思います。確認しましょう。そうそう、この最後の方ね、最後の方の声、これね、頭部共鳴ですね。本当に声質をね、いろいろ使っててね、海流すごいですよね。じゃあ次行きますよ。なおやのね、サビの入りですね。さっきのね、ものすごい特徴的な声から普段のね、なおやの声に戻ってきた時のこのギャップがね、たまらなくかっこよかったかなというふうに思います。確認してみましょう。もうニヤニヤしちゃいますね。いつものね、直哉のこの胸腔共鳴を中心にした声ですね。胸腔共鳴と鼻腔共鳴ですね。この2つがメインになってる声なんですけど、ものすごくね、男らしくてかっこいいですよね。次いきますよ。で、このね、かっこいい声でしっかりとアクセントを決めてって、さらにね、かっこよさ倍増っていう感じですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい、かっこいいね。でね、バックに入ってるね、イエーっていうフェイク、こういうのが入ってくるとね、やっぱね、盛り上がってる感じがしますよね。じゃあ次いきますよ。いいバランス、いいバランス。直哉でね、しっかりアクセントを決めていった後に、ランがですね、こうふわっとね、優しい感情を歌声で表現するっていうね、本当にいいバランスですね。もう一回聞いてみましょう。一人一人でね、歌のこの山場を作るんじゃなくて、メンバーが切り替わったタイミングで歌の山場だったり、まあ、谷場っていうんですかね、このアップダウンを表現するっていうのは、僕はあまりこう聞いたことがないかなっていう。大体ね、ボーイズグループで、まあ、歌の割り振りとかがあるじゃないですか。そういう割り振りがあったとしても、大体一人完結みたいなパターンがすごく僕は多いかなっていうふうに思っていたんですけど、まあ、今回のこのアイスという楽曲、マーゼルのね、こうメンバーが切り替わったところで、やっぱりこうね、盛り上がったり、で、メンバーがこう変わったところで盛り下がったりみたいな、そういう表現方法がね、すごく魅力的だなというふうに思います。次いきますよ。これダンスがセクシーですね。やっぱ R&B ってなるとね、やっぱセクシーな表現がね、欲しいですよね。もう一回見てみましょう。タタラタタタタタタのここのね、リズムの使い方がものすごくね、面白い感じの表現方法になっていたかなというふうに思います。じゃあ次いきますよ。ここでね、海流の美しい裏声来ましたね。今回同じ感じの展開が多いかなというふうに思いました。そのおかげでですね、曲がものすごく覚えやすいですよね。まあ、2,3 回聴いたらね、インパクトの強かった部分はもう覚えて歌えちゃうみたいな、そういう感じの親しみやすさがあるかなというふうに思います。もう一回海流のね、美しい裏声聞いてみましょうかね。美しくて、しかもね、こう軽く出してる感じがね、ものすごくかっこいいですよね。次いきますよ。そう、ものすごくね、
再現性が高いというか、これね今海流のポイントだから言ったんじゃなくて、もう全体的にそうだと思うんですけど、同じフレーズが来るところはそこまで大きく表現を変化させずに同じものをこう再現しているというか、スカイハイ社長もね再現性がものすごく大事っていう風なことを、まあ、ザストだったりミッションミッションで言ってたと思うんですけど、今回のアイスではその再現性というところを意識した感じのレコーディングだったのかなという風にねちょっと思っちゃったりしました。これね本当かどうか分かりませんよ、僕がね勝手にそういう風に思っただけなので。ただねいずれにしろねこう素晴らしいことには変わりないので、次いきますよ。うん、そうですね、やっぱりこう再現性っていうところはこうテーマになってんじゃないかな。こう後半だからねこう盛り上げていくとかそういう感じの表現方法じゃないですもんね。なのでその辺がねやっぱテーマになってんじゃないかな。もう一回確認しましょう。逆にねこういう感じの曲の方が長い期間ね聴いていたくなるというか、僕はねそういう感じに思っちゃうんですけど、皆さんはどうでしょうかね。ぜひねコメントで感想の方を聞かせていただけたらなというふうに思います。じゃあ次いきますよ。なるほどね、ここで終わりなんだ。こういうのねカットアウトっていうんですよね、こうズバッとこう曲が終わるような曲の終わり方。もう一回見てみましょう。ウェイ、いやーすごく良かった。マーゼルでアイスフューチャリングレイコ、歌声解説していきました。いや全体的にねリラックスしてこうねずっと聴けちゃうような、そんな感じのねマイナスイオンをね感じる曲ですね。そして解説中ね特に後半何度も言ったんですけど、やっぱりね今回の曲再現性というところがテーマになってるんじゃないかなというふうに僕は個人的に思います。同じニュアンスを2回3回繰り返すってこれね簡単そうに見えてものすごい難しいことなんですよね。歌は特にやっぱり感覚的な部分がメインになってしまいますので、全く同じ感情をね2回3回と繰り返すっていうのは相当ねこれハードル高いことなんです。なのでね今回のレコーディングではマーゼルのね各メンバーの再現性というところね、ここをすごく意識してレコーディングをしたんじゃないかなというふうに思いました。そういうふうに思ったっていうことはマーゼルのですね各メンバーの声の出し方、歌ですよね、こちらがものすごい勢いで進化している表れだと思いますので、今後のですねマーゼルの歌声さらに大注目ですね。今後のマーゼル楽しみにしていきたいと思います。それでは今回の動画この辺で終わりにしたいと思います。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではではボイストレーナーの鶴さんでした。